おがくず Z さんもよろしくお願いします。さあ、まあここもね、ちょっとじゃあ。それでは、おがくず Z さん、意気込みをお願いいたします。強い相手なんで、緊張してるんですけど、まあ、今日はならないかもしれない。ヘルトも噛み殺すケルベロス、裸で踊らす恋ダンスということでよろしくお願いします。何のやつなんだ。はい、ペトモさん、ここからの方がよろしくお願いします。それでは、参りましょう。お題選択はこちら。はい、左が穴埋めお題、右がもしも。おがくず Z さん。もしもで。もしも。はい、わかりました。お題作成バラケツです。はい。お題はこちら。もしも学校の授業が先生が授業内容を弾き語りするというものだったとしたらこんなことが起こる。もしも学校の授業が先生が授業内容を弾き語りするというものだったら、こんなことが起こる。3分間スタート。はい。そうですね、ちょっと今冷房強めになっております。さあ、弾き語りと言って弾き語りね、こういうとこから作ったんだ。みんななんか歌ってたら楽しいじゃないですか。平和なね、はい、はい、おがくず Z さん。ファこの数式面白すぎってゆゆうたがオンライン授業をすぎる。ファじゃない。はい、くれたまさん。明日の持ち物用意するよ。チャコペン、あ、チャコペンか。チャコペンかい。最高の授業。じゃあいいですね、お互いね。ちゃんと歌って始まりましたからね。そうですね。そろそろ1分が経過しようとしています。はい、まあ、これもそんな、まあ、数はそんなね。確かに。1個1個。担任がビーズなんで、スーズ、コクズ、リズって時間ビーズの美なんだね。確かに稲葉さんがね、確か先生の教育、ね、の勉強を持ってます。やるのかな。はい、フェルトモンさん。音楽の授業の先生がヨーデルとかオペラとかの類も弾き語りのブルース調でなんか説明していて、いや、なんかこう中途半端が一番嫌いなんですよ。ちょうどよくわかんない領域のオペラでもなんでもないですからね。さあ残り1分ぐらい。はい、黒星スタート。うん、ね、やっぱり引き締めて鮮明ね、ですね、まあ本当に。まあまあ、とはいえ道のりは長いですから。あ、行きましょう、ペルトモさん。校長の話、前奏長いんだよな。前奏、前奏から長いんだ。なかなかイントロが終わらない。イントロの後も長い、サビまでも。おがくず Z さん。今日の保健体育の授業は月経について話したいと思います。曲はサウンドオブミュージック、エデルワイス。そんな感じでやるんだ。月経のことについて歌ってほしくない。気持ち悪いよ、気持ち悪いな。さあ残り5秒ぐらい書き切ってればお願いします。はい、キールズ、ペルトモさん。皆さんが静かになるまで2曲降りてきました。では、ここで時間が来ました。はい、じゃあ行きます。おがくず Z さん。ゴン、お前だったのか。歌で終わる。歌えるにはちょうどいい、この辺りかもしれない。終了。はい、はい、それでは第2戦目が審査です。さあ、それでは面白かった方に拍手をお願いいたします。向かって左、ベルトモさんが良かった方、拍手。
勝者ペルトモ。ということで、ほら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